書体のサンプルカーサは、かつて P&I 社が販売していた丸ゴシック体。日本語 DTP の黎明期において、岩田書体と共にデジタルフォントとしてリリースされた。金部分のデザインは佐藤豊かによる。完成度では及ばないものの、特にひらがなのデザインがナールを彷彿させるものであり、1990年代初頭、DTP が導入されたばかりの雑誌や、 出版物などで使用された。当初はプリンタ専用フォントのみのリリースであったことなどから、エディトリアルデザインやグラフィックデザインにおけるマルゴシック体としては、不動の地位を得ることはなく、またプロユースとしては、o え f のみの販売で、シド以降のフォーマットに移植されることはなかった。d t p 例明期において、デジタルフォントとしての開発環境が整っていなかった。 ためかトレースの精度が高くはなく、大きな級数では点角における、末端部分のラウンド処理の荒さが目立つこともあった。しかし、書体の選択肢が限られていた、当時の日本語 DTP 環境においては、その将来性や可能性を示した一つの例であったと、言える。後に名称を、アルファベット表記とし、カーザファミリーとして、Windows 対応のトルータイプフォントへと移植され、 一般ユーザー向けのアプリケーションソフトに同梱された。ありがとうございます。